代わってはそこが知りたい新型コロナです今日はメールでいただいた質問です感染したらどんな治療を受けるのでしょうかということなんですね回答は徳山中央病院感染防止対策部長の三井博史医師です行政検査で陽性が出ると感染症指定医療機関に入院となります 2週間以上の入院が必要ですが8割の人が軽症で経過観察となります呼吸器症状が強い人は酸素吸入重症の人は人工呼吸器などの使用が必要になります中等度以上の人にはアビガン、カレトラという薬やその他の治療可能な薬剤の投与を検討しています重症例に対する e c m の治療ではおよそ70%の効果が期待できますさあこのコーナーでは皆さんからの質問を募集していますメールやファックスそして TYS テレビ山口の Facebook ページからお寄せくださいまた過去の放送や新型コロナウイルスに関連するニュースは TYS の特設サイトでもご覧になれます